グラス号はイギリス海軍のタウン級軽寿命館。館名はスコットランド南西部の都市グラス号にちなむ。その名を持つ館としては7隻目。グラス号はグリーノックのスコッツシップビルディングエンジニアリングカンパニーで1935年4月16日に寄港した。1936年6月20日に浸水し、1937年9月9日に収益した。 原水服でグラスゴーを訪問したジョージ6世1939年8月29日にグラスゴーは駆逐艦ベトウィン、パンジャビを伴ってスカパフローから北海の紹介に向かい洋上で第二次世界大戦回戦を迎えた。10月9日、ノルウェー沖で軽巡洋艦サウサンプトンと共に紹介中に爆撃を受けたが損害はなかった。10月12日、 中東へ向かう船団の護衛のためスカパフローを出発。北緯50度線を超えるまで護衛した後船団と分かれてスピットヘッドに戻り、そこから別の船団を移民ガムまで護衛した。これ以降も北海の紹介や船団護衛などに従事し、11月にはノルウェー沖で2隻の駆逐艦と共にムルマンスクから出港したドイツ客船ブレーメンの打砲を試みたもののこれは失敗した。 1940年2月9日、グラス号はサウサンプトンと共にスカパフローからアイスランド周辺の紹介へと向かった。そして2月12日にアイスランドの北北緯69度44分統計16度40分でドイツのトロール船ヘリヒカイを打破した。4月9日、ベルゲン沖でドイツ空軍の G88 及び HE111 の攻撃を受け損傷する。 連合軍がノルウェーでの活動中の4月11日にはシェフィールド及び6隻のトライバル級駆逐艦とともにハーシタの近くに兵員を上陸させた。3日後の4月14日には再びシェフィールド及び10隻の駆逐艦とともにナムススへ大部隊の上陸準備として海兵隊を上陸させた。23日にグラスゴー、シェフィールド、ガラティア及び6隻の駆逐艦は 第十五不評旅団の第一陣をアンダルスネスに上陸させた。4月29日、グラス号はドイツ軍を避けてモルデからトロムソへ避難するノルウェー王方根7世用及びオーラブ皇太子を運んだ。5月、アイスランド侵攻に参加。キャメルレアード社の造船所でドック入りした後、7月16日に巡洋艦サウサンプトン、シロップシャー、サセックス及び駆逐艦8隻とともに、 演習のためスカパフローから出発。ノームのためスカパフローに戻らざるを得なくなり深夜、ダンカンズビーヘッド沖を航行中にグラス号は、駆逐艦イモージェンの環境前方に衝突。火災が発生し消火できなかったためイモージェンの放棄が命じられ、その上院収容後グラス号は、更新をかけて、イモージェンから離れた。消火が断念されたイモージェンはその少し後に沈んだ、ものと思われる。 この事故でグラスゴーでは二人が死亡した。その後グラスゴーは地中海での戦団護衛に従事、アレキサンドリアを拠点とする第三巡洋艦船隊に所属する。1940年11月11日のタラント空襲では海軍航空隊を支援し、11月14日にはベリク、シドニー、ヨークと共に3400名の軍隊を アレキサンドリアからピレウスに上陸させた。12月3日、エル・アデムを発信したイタリア軍のサボイア・マルケッティ・ SM-79 雷撃機2機がグラス号の停泊していた。クレタトースダーンに来襲し、グラス号はは光みなりした。魚雷は右舷側の全部と後部に一本ずつ命中し、X 砲塔が使用不能となり、プロペラシャフトが二つが破損した。 グラスゴーは16ノットでアレクサンドリアへ向かい12月5日に到着したアレクサンドリアで10週間にわたり修理が行われ1941年2月12日にグラスゴーはアレクサンドリアを離れたアレクサンドリアではプロペラシャフトの完全な修理は行えなかったためグラスゴーの速度は24ノットまでに制限されていたグラスゴーは2月15日には スウェズ運河を抜けて2月18日にアデンで東インド艦隊に加わり給油後ダーバンへ向け出発した。この頃インド洋ではドイツのドイッチラント急走交換アドミラルシェアが通称破壊を行っていた。アドミラルシェアにより2月21日に沈められたがカナディアンクルーザーと2月22日に沈められたランタウパンジャンは敵の存在を知らせそれを受けてイギリス軍は アドミラルシェア捜索を開始。この時、唯一近くにいたのがグラス号であり、2月22日にはグラス号の搭載機がマダガスカルの北でアドミラルシェアを発見した。だが、それ以降はアドミラルシェアを再び発見することはできず、燃料不足のため2月24日にモーリシャスのポートルイスに到着。グラス号はアドミラルシェア捜索から外された。3月、 ベルベラ奪還作戦に参加。この作戦には、グラス号の他巡洋艦カレドン、駆逐艦カンダハー、キングストンや仮想巡洋艦、チャークデナ、チャンテラ、2隻の輸送船などが参加。3月15日にアデンを出撃して16日に上陸が行われ、その際グラス号とカレドンは砲撃による支援を行った。グラス号は攻略後も3月20日まで、ベルベラ沖に留まり、 それからアデンに戻った。その後しばらくは、戦護衛に従事し、6月末にシンガポールに到着して、そこで9月14日まで修理が行われた。修理後もグラス号は、戦護衛を行っていた。1941年12月8日、グラス号は、インドの対戦艦艇プラブハバテを撃沈してしまった。日本の参戦直前にグラス号はコロンボを出港して、 弱者ディープ諸島が敵潜水艦の補給場所になっていないかどうかの調査に向かい、それから、まあマゴアはこうから、ドイツ商船が出港しそうであるということからそこへ向かうよう命じられた。その途中、グラス号は浮上中の潜水艦らしきものを発見、追加するも返答はなく、グラス号は6インチ砲でそれを攻撃し沈めた。しかし、グラス号が沈めたのは敵潜水艦ではなく、 高知からカラチェバージを栄光中であったインド艦艇、プラブハバティであった。そして、グラスゴーが接近した時は作業中であったため、グラスゴーのスイカに気づいていなかった。生存者救助の後、12月9日にグラスゴーはボンベイに到着した。この後も護衛任務に従事していたが、前年12月の日髪による損傷の修理などのため1942年4月に、 モンバサからアメリカへ向け出発し、ダーバン、サイモンズタウン、フリータウン経由でニューヨーク海軍交渉に到着して、そこで14週間にわたり修理が行われた。作業は8月に完了し、イギリスに帰国するとスカパフローで第10巡洋艦船隊に加わり、北極船団の護衛を行った。シェルブールを砲撃するグラス号とクインシーグラス号は、 1943年1月から2月にかけて北極船団を護衛した。3月にドイツの封鎖突破船レーゲンスブルクをデンマーク海峡で撃沈する。グラス号は6名の生存者を救助した。6月から7月にかけてビスケー湾で護衛部隊を支援し、その後ブリマスカンクに加わった。1943年12月にはストーンウォール作戦に参加し、 12月28日には、軽巡洋艦エンタープライズと共に、ビスケーワン入り口で、ドイツ艦隊と交戦した。2隻の軽巡洋艦は、Z27、T25、T26 の3隻を撃沈した。一方、グラス号にも一発の命中弾があり、2名が、戦死した。その後、グラス号はいくつかの空襲にもかかわらず、プリマスに帰還した。1944年6月6日、 グラス号は、ネプチューン作戦に参加した。戦艦テキサス及び、アーカンソー、巡洋艦、モンカルム、ジョルジュレグ、9隻のアメリカ駆逐艦及び3隻のハント級駆逐艦と共に、オマハビーチのシーブ隊支援のため艦砲射撃を行った。6月25日、26日には、シェルブールでアメリカ第7軍の支援を行い、ケルクビルのドイツ砲台に砲撃を行った。 この攻撃中にグラスゴーは直撃弾を受け損傷している。1945年8月にグラスゴーは東、インド諸島に向けて出港し、最高司令官の機関任務に従事した。グラスゴー勘のマウントバッテン博、1952年5月16日1948年、グラスゴーは西インド諸島へ配属され、艦隊機関任務に就く。 1950年に帰国し、51年にマルタを拠点としてマウントバッテン博が指揮する地中海艦隊の帰還となる。1954年8月にグラス号はガンビアと共に海兵隊の撤退を支援した。1955年には本国に帰還し、本国艦隊に加わったが、間もなく予備役となった。 1956年のスウェズ危機に際して一時的に最終駅したが年末に再び予備役となった。1956年11月にグラス号は処分リスト入りし、1958年7月にブライスのヒューボル公社で解体された。ありがとうございます。